こんにちは、新藤きみこです、今日はですね、さつき、さつきの、花子の剪定をしたいと思います。花子の剪定の適期は遅咲きとか早咲きとか品種にもよると思うんですけど、だいたい5月下旬ぐらいから遅くても7月上旬ぐらいですかね。そのくらいに終わらせておけば来年も花が見られるのかなと思います。で、さつきの剪定には一回り大きくしたいなって思うとき、妖精木とかですね、の剪定と、もう完成してる木、これ以上もう大きくしたくないぞと、現状維持の剪定と、大きく2種類あります。あとは見かけで太らせたような木で、それを強く強剪定して、でまた新しく小枝を作るっていう目的 の、 春先 の、 強剪定があるんですけど、だいたいさつきっていうのは芽吹きが良くて、どこで切っても吹いてきちゃうような木なので、すごい暴れてても一からね十分作ることができて、初心者の人からプロの方まで楽しめる、愛されてる、ね、品種だと思うんです。まず花柄から取っていきます。花柄はですね、ここの花の付け根のところをハサミでこう切っていく、手で切ってもいいんですけど、そういう作業です。結構簡単、どんどん切っていきます。そのまましてるとこうやってこう勝手にこう結実しちゃうんですけど、繁殖する時とかはいいんですが、そのままにしてたら弱ってしまうので、結実する前に取った方がいいですね。よし、全部取りました。これですね、ちょっと綺麗にして、でさっき花を取ったところはこの部分なんですけど、春から伸びてきてるのはこの1、2、ちょっと後ろの方にちょっと生えてるこの3つが春から新しく生えてるやつです。で、大きくしようとした時はこの最初の新梢のこの軸の青いところ、ここを残して、この部分を残して葉っぱを2枚、基本葉っぱを2枚残して2目残しで切るんです。3つ残ってるんですけど、ちょっとね、3つ残したらこっからね3つ小枝が出るんですね。だから出てきてから芽かきしてもいいんですけど、基本的にはこういう2葉、向きのいいのを2葉残してこう切ると、こういうことですね。そうするとこっからまた新しく枝ができてきて、その先に花をつけると、なのでちょっと一回り大きくなるんですよね。これがちょっとね大きくするための剪定っていうところですね。こんな感じで、で今回は現状維持なんで、これもね取っちゃうんです。この青い最初の緑のこの軸ごと取ってしまいます。だから究極こういう風にして切っちゃっていいんです。こうやって、こんなんでいいんです。ちょっとこの緑のこの軸がこう残っていることで、まだ水吸い上げて、またここからね葉っぱが出て、枝が出てくるんですね。もう伸ばしたくないところはそういう風にやっていくんですけど、例えばこういう枝、今年ちょっとこの枝少し作ろうかなっていうのはですね、ここは適当な葉っぱを残して切ると、そうするとまたここから枝が増えていくという感じで、ここ葉っぱ残しといたらどういう風に枝が伸びるかなっていうのを考えながら切っていくと良いですね。こんな感じでこう2葉2葉で残していくと、こういう風に枝が増えていくと、
今回はこんな感じで、来年も現状維持の剪定をしました。もうほとんどもう切っちゃってるんですね。新梢も全部元から取って、フルーパも、もう切っちゃってるんですけど、そうするとここから何箇所か芽が吹いてくるので、それは2芽残しで切っていくと。でここちょっと強くしたいなっていうところは、基本の、ちょっとね、一回り大きくなる場合の剪定をしています。こうやって2芽残すっていうことですね。2芽2芽、これも2芽にして、葉っぱも2芽。こうすると、こうやって枝が増えていくと。でこう切ると、ここからも吹いてくるんですけど、この軸の途中からも結構プツプツ吹いてくるんですね。仮にここでこの枝の途中で切っちゃったりとかしても吹いてくるんですけど、芽の向きが予測できない。よく見ると芽あたりみたいなのあるんですけど、ここで切るとちょっとね、リカバリできないんで、とりあえずここで切って、こう出てきて、ここでちょっと吹いてきたので、いい向きになったら、こうまた切り返すとかですね。そういうふうなやり方やった方が、まあ確実かなと思います。で、ここよく見ると、もうね、何もしてなくても、ここにちっちゃい芽あたりがプツッと出てきてて、1週間ぐらい前に試しにこう切っておいた枝からもうこうやって芽が吹いてきてますね。こんな感じでプツ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 出てくるので、でいいところにね、芽が出てきたら、そこまで切り戻してまたコンパクトにすることはできるんですね。でこれは花前に剪定したさつきなんですけど、結構ね、この10倍ぐらいの暴れまくってるやつをですね、根元のとこだけ、葉っぱも何もないところで叩いたやつなんですね。花前だから、まあ3月下旬ぐらいに切ったんですけど、しっかりこう吹いてきてます。でこれは植え替えも一緒にやってるんですけど、これは今回はちょっと植え替えは見送って、秋に植え替えしようかなと思います。今日はちょっと走りの作業でしたけど、以上です。はい、ありがとうございました。